ポイント。ポイントは出版において使用される長さの単位である。文字のサイズや余白の幅などの反面の構成要素の長さを表す場合に使われる。パートと略記されることが多く、ポと略記されることもある。例、11ポ。後実するように、歴史的にポイントの定義は数種類あるが、現在は DTP アプリケーションにおいて広く使用されている。 DTP ポイントが一般的である。これは1パートイコール1、72インとされ、1981年にゼロックス社が発売した世界初のビットマップディスプレイを実装した製品がある。ゼロックススター、ゼロックススターで採用され、以後 DTP アプリケーション等において標準となった。反面のレイアウトの単位をポイントにしておくと、 文字が占める量を計算しやすいというメリットがある。日本ではポイント活字と日本独自の規格による合数活字が混用され、日本工業規格では1962年に1ポイントを 0.3514mm と定めている。ポイントは複数の地域や時代に手術のシステムが成立したため定義も一様でない。最も古いポイントシステムはフルニエポイントとされ、 次にリドーポイントが1783年頃成立する。これら二つのシステムはフランスで誕生し、大陸で広く使われた。フルニエポイントはフルニエにより提案されたものである。シセル角の12分の一を基準としてポイントを定義したのである。リドーはこのフルニエのシステムを改善し、王のインチと呼ばれるフランスのインチ角に1パートを1。 72インチとして適合させた。フルニエポイントにおいては、1パート0 3 4 8 8 2ト、mm、ルで、リドーポイントでは1パート0 3 7 5 9ト、mm、ルに相当する。欧州大陸では主に自動のポイントシステムが使用されていたが、英米では定まったポイントシステムは普及しなかった。アメリカで活字のサイズが統一されるのは、1886年に、 MS&J のジョンソンパイカを共通的に使用することが確認されてかである。これをアメリカンポイントという。ジョンソンパイカは83パイカスイコール35センチメートルとするもので、1パートイコール1、12パイカス0.351、4ミリメートルである。ジョンソンパイカが83パイカスイコール35センチメートルとし、 それが結局アメリカンポイントとして選択されたのは、サイズ体系を維持することで、活字の懐中を極力避けるためであった。多くの有力な活字中造業者が、ジョンソンパイカを使用していたため、アメリカンポイントを1インイコール6パイカス、1パイカスイコール12パートにしようと運動した、ホークスの提案は退けられたのである。アメリカンポイントは、築地活版によって1九百年代後半に、 紹介され、日本でも普及した。金属活字のポイントには、アメリカンポイントと、ヨーロッパで使用される、リドーポイント、フルニエポイントがある。アメリカンポイント、パイカポイントは、1 0 0 3 5 1 4ト、mm、ルで、日本の出版場面では、こちらが主に使われていた。ちなみに現在 PC で使用されているマイクロソフト、ワードなどのアプリケーションでは、 一般的に DTP ポイントを採用している。DTP ポイントはアメリカンポイントとの近似性を持たせるために1、72インを採用したと考えられる。なお上実の通り、アメリカンポイントは DTP ポイントと異なる。このため、小さなポイント数ならば、ともかく紙面全体となってくると、かなりのズレが生じることになる。ゆえに、ポイント基準で制作された、 過去の書籍を組み直す際には、当時の組版半指示書をそのまま使えないことがある。一方、Tex ではこの問題を、より微細なスケールドポイントを 1SP イコール1、にパートと定義して導入し、これを用いて、複数のポイントを定義し直すことによって、消している。Tex においては、ポイントを1パートイコール 65,536SP イコール1、 72.27インと定義してあり、テックスポイントと呼ばれる。一方で、ビッグポイントを1 b p イコール65、781SP イコール65、7 8 1 2 5 4トルイコール0.35に773、7 0トルと定義している。アメリカンポイントにテックスポイントを、DTP ポイントにビッグポイントを対応させることで、 アメリカンポイントと DTP ポイントとアメリカンポイントに対して0.0170%程度の誤差のもとで併用することができる。日本においては、活字において採用された単位、合及び写真食事期において採用された単位、9が存在する。合数性は、初号、米式42ポイント相当、1号、91号27.5ポイント相当。 1> 新1号26.25ポイント相当、3号93号16ポイント相当、新3号15.75ポイント相当の3種の文字サイズを基準にしたもので、印刷書では、号数活字の間をポイント活字で補う形で併用をした。明治期から1960年代までは、9号数が全国共通で使われていたが、1962年、 昭和37年、突端警察時の厚みに相当する5号の1、8を基準にした新規格、新号数が日本工業規格として制定され、その後も9号数を使い続けた印刷所が多かった関東地方を、除、大半の地方で切り替えられた。旧数制はメートル法を元にしており、車食機のあざ送り量のステップ、0.25ミ、mm、リメートル刻み、 同一である日本語対応している DTP ソフトは9数を扱えるものがほとんどだが、9数で入力すると自動的にポイント、DTP ポイントに換算して表示するという形でのみ対応しているものもある。日本語用テックスでも9や派で文字の寸法などを指定することができる。日本では長く5号活字、10.5ポイント相当が、 公文書などの本文用活字に主に用いられたことを反映し、後年の和文用ワードプロセッサーやワープロソフトにおいては、10.5ポイントが標準の文字サイズとして用いられている。明治時代から大正時代初期にかけて、中央公論など多くの雑誌組版は、主記事を5号活字、副記事を6号、96号活字に分けて組む方法を標準としていた。 対象中期には5号と6号の中間にあたる9ポイント活字に統一され、さらに8ポイント活字が本文活字にも使用されるようになった。終戦直後の要資難に伴う紙面制約の影響で、戦後は8ポイント活字が標準の本文活字となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。